私は、最近矯正を始めて滑舌がとても悪くなって、滑舌すら言いにくくなってしまった鈴と申します。今日はちょっといくつかの動画でもいただいてたデスク周りの紹介、アデバイスとかをしていこうかなと思いますそれでは早速、ディディン、エディアント言ってますよっていう、言ってますよっていう証拠をね、ちゃんと見せといてやろうかと思って、はい。でモニターはこれラズさんと一緒のやつ使ってます。また動画の方で右上かどかしらに記載しておくと思うんで、そちらをご参照ください。右のモニターはこれ高校生の時に5、6万ぐらいで買った、なんかいいやつやとは思うんですけど、映像の何かっていうのは覚えてないです。はい、やはり後ろに隠れておりますのはスイッチ、任天堂スイッチでございます。スティッチって言いそうな、マジで。モンハンライズをやって以来全く使われておりません。以上です。はい、こちらはコースターでございます。これね、なんだっけ、なんかどっか行った時のお土産で買った記憶はある。よく自分紅茶飲むんで、最近蜂蜜紅茶っていうのをよく飲んでて、それを置くためにコースターがそこに置かれてます。これLOL をやっていた方とかならご存知かもしれないんですが、イコカのケースをちょっとめちゃくちゃなくすんで、これだけは机の上に置いて、ちょっとここを定位置にしてます。キーボードは Apex Pro の10キーレスを使ってます。イヤホンは最近二刀流で、このEarPods Pro とのEarPods、これお父様から借りパクしてるやつなんですけどこれもまたちょっといろいろ変えて試していってみたいなっていう感じで、イヤポッツの充電がもうねやべえみたいな時にイヤポッツ使ってます。はい、こちらマウスパッドはラッシーの有名なやつを使っております。めっちゃ柄が気に入ってる。滑り心地とかは最初はなんか、なんだっけ、あの QCK ヘビーをずっと使ってたんで、だいぶ滑るなっていう感じはあったんですけど、スルスル滑って結構気持ちいいです。で上にございますのがメガネと、これはペンタブのペンですね。このメガネはもうブルーライトカットのやつをわざわざ2、3万くらいで買ったものなんですけども、果たしてブルーライトカットのメガネは本当に目にいいのだろうかみたいな記事を見てからあまりかけなくなりました。いいか悪いかっていうのはなかったはずやけど、多分かけてもそんな変わらんよみたいな感じやった気するんですよねで自分目がめちゃくちゃいいんで、もうメガネをかけてるっていうの自体が嫌いなんですよね。そうだから今かけてないです。でここに並んでいらっしゃられますのは、リップとリップとリップと、ここは爪、これはネイルオイルで、これはなんかツヤ出し用のやつで、よく爪のケアするのに使ってます。リップはなんか日によってこれも使い分けてます。これはなんか普通に化粧するときのリップかな。でエアコン無理のこのエアコンつけてないですけど、
気温的に22度から23度になりました最近。で、メモ帳が、メモ帳とボールペンが置かれているということは、メモをよくしているということです。よくスクリーン中とかに出てきた、なんか自分の課題点とかを普通に箇条書きして、ここにペタッペタッペタッって貼って、それができるようになるまで貼っておきます。できるようになったら多分無意識にできるようになってる時なんで外します。で、マウスはロジクールの、スーパーライトを使ってます。マウスソールは自分変えたことないんですけど、最近変えたいなって思ってて、おすすめのマウスソールがあったら教えてほしいです。このぐらいかな。プロトコルお待ちしております。ダイオットさんよろしくお願いします。はい、ということで、そんぐらいかな、ほんまに。そう、あとね、私はこのウェットティッシュがないと本当に生きていけない体になってしまって、毎試合終わる後とか1ラウンドに2回ぐらい、2枚ぐらいは消費してるレベルでウェットティッシュ依存症です。はい、ということでデスク周りの紹介を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。